恐竜の骨格の展示ロイヤルティレル、古生物学博物館は、カナダアルバータ州ドラムヘラーのミッドランド州立公園内にある恐竜とバージェス動物群の化石の展示で、世界的に有名な博物館。特に、恐竜に関してはその規模は、世界最大級である。1884年に、カナダの地質学者、ジョセフ・ティレルが、恐竜アルバートサウルスの化石を発見して以降、 ドラムヘラーのアクチでは、バーナム・ブラウンや、チャールズ・ H ・スタンバーグなど多くの研究者により、恐竜化石が発見されてきた。ロイヤル・ティレル古生物学博物館は、そのような研究の流れを受け、1985年9月25日に、世界最大級の古生物学博物館として、ドラムヘラーに開館した。館の名は、ティレルの功績を称えて名付けられた。 1990年にはエリザベス2世から王立の称号を授与された。開館した年に約60万人の訪問客を集めた後、毎年約30万人を超える来館者を迎えている。同博物館近くにある世界自然遺産のアルバータ州立恐竜自然公園では、世界でも有数の完全な骨格の恐竜の化石が数多く発見されており、 公園内に置かれた道館のフィールドセンターでは発掘された化石の展示や実際の発掘作業の見学ツアーが行われている。ロイヤルティレル古生物学博物館はアルバータ州の広範囲にわたって発見される化石などの資料を収集、保存、研究、展示することによって古生物学的な見地からそれらの生態学的な関係や歴史などを解釈していく。 研究教育機関としての役割も担っている。2001年時点において管理されている標本は10万を超え、巨人や貝や植物や地質など広い分野の研究者がいる。著名な研究者としてフィリップ・ジェイ・カリーが挙げられる。教育普及活動としては屋外で90分間の発掘サイト見学ツアーが実施されている。日本の福井県勝山市にある 福井県立恐竜博物館とは2000年11月23日に姉妹館提携を結んでいる。2001年7月7日から10月31日までは、同館で企画展、ロイヤルティレル古生物学博物館の恐竜たちが開催された。入り口のトンネルには190枚の原生生物の写真が壁一面に飾られ、その内部を通って展示室に入り、46億年に、 及ぶ地球の歴史を来館者に感じさせる仕様となっている。1階では35体に及ぶ恐竜の全身骨格が生きていた頃の行動を想像して復元されている。また、母岸から化石を取り出すクリーニング作業を見学できる設備もある。2階にはバージェス動物群をはじめ古生代の動物化石が多く展示されているほか、シダやソテツといった 中世代に繁茂していたものに近い種の植物が当時の環境を再現した温室で栽培されている。ダイナソーホールティラノサウルスのブラックビューティーとボレアロペルタバス、鉄道といった公共交通機関は存在せず自動車で訪れなければならない。レンタカーなどで自前の交通手段を用意できない場合はカルガリーなどから出発するツアーに参加する必要がある。 平日も含めほぼ毎日何らかのツアーがあり、観光案内所のあるカルガリータワー周辺から出発する。日本語の通用するツアーもあるが、複数人が事前に予約する必要がある。ありがとうございます。